はい、では音読です。音読しましょう。絵を見て、それに対して日本語を言って、で、英語も言います。で、音読していきます。一緒にいきますからね。まず最初の絵はこれです。こっからです。日本語から読みます。長い茶色の髪と、茶色かこれ。ブラックヘアだよね。なんか茶色になってるけど、ブラックヘアですよね。ファッショナブルな服を着た、自信に満ちた幸せな若い女性。Confident, happy young woman with long brown hair and fashionable clothing. はい、これはスタジオ設定で幸せな笑顔を持つ、自信に満ちたエレガントな女性の多様なグループ。まあ、こういうイマジネーションだからしょうがないですね。じゃあ読んでいきます。Diverse group of competent, elegant women with happy smiles in studio setting。 はい、これです。冒険、ビジネス、アクティブなライフスタイルを表す忙しい街の青いスポーツカー。Blue sports car in a busy city, representing adventure, business, and active lifestyle。 これですね。モダンなリビングルームのデジタルデバイスの画面、洗練されたディスプレイテクノロジーを備えたエンターテインメントハブ。 難しいかな。デジタルデバイススクリーン in modern living room entertainment hub with sleek display technology。 最後はこれかな。爬虫類のような鱗を持ち、丸まって収集音を立てるエキゾチックで危険なヘビ、野生動物、捕食者、魅惑的。 Exotic, dangerous snake with reptilian scales curled up, hissing, wildlife, predator, mesmerizing。